第1ヒート、スタートいたします。さあ全体一斉スタートしました。第1ヒート、さあ今度は石井さんがついている小森選手が一周目トップが来た。さあここから挽回するのは小森選手、一周目10秒7、2番手佐藤選手、3番手大島選手、4番手土井選手のオーダー。さあエコーレントブルーを基調としたカラーリング小森選手、佐藤選手、大島選手と続いている。さあレース開始からまもなく40秒を経過いたします。さあ小森選手19秒090のスタートを申し、2番手の大島選手は 0.7 秒後方、ちょっと差を詰めてきた、10秒65。さあ大島選手もこのオメガクラスを得意する実力のドライバー。さあこれで小森選手のミスだったのよ、大島選手が前に出ました。バックバーカーをうまくパスしてレースラインを通過して6周クリア、10秒580の予測更新、走行時間残り45秒です。さあ会場にいらっしゃったね、今走行してますビッグレーサー、ちょっと自分もやってみたいという方がいらっしゃいましたら、メインステージに向かって左手当初ミニッツ無料体験講座の方で、ね、ぜひお立ち寄りください。常時オープンしております。さあ走行時間は残り30秒を切っている。大島選手は9周目走行中、2番手は約2秒後方に小森選手、3番手佐藤選手、4番手北原選手、5番手土井選手、残り15秒。残り10秒切っています。時間はここで2分経過、1コースゴールです。4コース、6コースゴール、レースの途中3コースゴール、全車ゴールいたしました。トップゴールは川崎一番大島選手でください。11周2分00秒490、惜しかった、あともう少しで12周でした。